はいどうも、アットです。今日はですね、平日の水曜日に行われます、浦和の埼玉杯の予想をしていきます。ダービーが終わってですね、ここから、地方住所もですね、また新たにたくさんやっていく予定なので、お願いいたします。シャマルとかね、アガリウマのコンシリエーレとかね、なかなか面白いメンバーなんで、やっていきます。と、その前にまずこちらをご覧ください。ここ最近の成績ですね。前々回 KO 杯スプリングカップ本命レッドモンレーブ1着になって、このような馬券を得て、右も最終レースを当てましたよと。で、ダービーですね。こっちはノート予想なんですけども、見事にですね、抑えですけども3連複、47倍300円分取ることができました。もちろんね、動画でもハーツコンチェルトを穴馬に押してました。で、目黒記念ですね、最終、4番人気ヒートオンビートが1着になって、このような馬券を得ましたと。じゃあね、この神予想はどこにあるんだってお話なんですけども、いつもだったらね、ブログの方でやるんですけど、今回は平日地方の重賞なんで、こちら、ノート予想になります。こちらに、ぜひ予想を貼っておきますんで、お願いいたします。実はね、ダービーも今回ね、こちらでやらせてもらって、ですけどこっちの方がですね、いろいろね、馬体重とか、状態見れるんで、今回はこっちにノート予想にやっていきます。はい、ではこちらをご覧ください。まずですね、今回行われます浦和 1400m の特徴ですね。ここのゴールちょっと前からスタートして、1周するコースですね。で、浦和競馬場といえば小回りなんですけども、だったらすごい前有利かって思うじゃないですか。でもジョッキーはみんなそれが分かってるんで、ビュンビュン飛ばしてハイペースになって差しが決まるってことはあるんですよ。で、あとここには載ってないんですけど、浦和競馬場ってここにね、こんな感じで川が下に流れてるんですよね。なのでちょっとね、トリッキーなコースなんで、本当にもうとにかくコース経験が大事なんですよ。平気でですね、その中央の強い馬がね、ぶっ飛ぶことがある、競馬場ってことを覚えておいてもらえればいいかなと思います。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまず1番人気のシャマルからいきましょうか。前走はですね、柏記念1番人気で残念ながら4着でした。ちょっとね、相手が強かったというか、展開が悪かったところもありますよね。ただね、今回は、浦和の1004、もともとね、このコース勝利経験もありまして、昨年3着の馬ですね。で、安城がね、地方のに川田騎手が乗ってくれる。これはすこぶるいいことだと思います。ただ、1個懸念点があって、今回1枠1番じゃないですか。小回り競馬場なら内枠よくねって思うかもしれないんですけども、これがね、シャマルの全成績なんですけども、去年ですね、埼玉杯2番人気3着。で、その次のね、浦和の1004でですね、勝ってるわけですけども、で、この時の浦和の前回の枠見てください。11頭立ての11番枠、要するに8枠大外なんですよね。これで分かってもらうと思うんですけど、実は、この浦和の1004って、外が結構有利なんですよね。その理由は、先ほども言ったようにね、その馬群が、内に殺到して、ペースが速くなってね、かぶされない外枠がいいからっていう理由があるんですよ。でも今回、シャマル1枠1番なんですよね。で、隣に、その点のめちゃめちゃ速いギシギシとか、イグナイターとか、スマイルビとか、いるわけです。この辺が間違いなくビュンビュン飛ばしていくわけですよ。ってなった時に、内枠に殺到してきますよね。だから、最内をついて、最後伸びてくることって多分できないと思うんですよ。無理やりね、その控えてしまったら、最後、外を回さざるを得ないんですよ。で、今回1枠1番じゃないですか。1枠1番から外回したらどうなるかわかりますよね。ってお話なんです。だからシャマルからしたら最悪の枠なんですよ。絶対にまだ大外の方が良かったんですよね。そこがすごい不安です。枠が嫌ですね。枠が大外だったらね、自信の本命で良かったんですけども、ただね、そこは、地方のに川田騎手が、どうにかしてくれるかなということですね。で、他にね、人気するのは多分このコンシリエーレっていう馬ですね。海外行ったりですね、地方の重賞でも構想して、ここ最近はですね、東京の1006を3回使ってます。でも、東京の1006と浦和の1004って全く形状が違って、東京の1006は直線長い、どっちかというとね、スピードが問われるようなコースなんですよ。でも、浦和の1004って器用さ、トリッキーなコースなんでね、そういったものが求められるわけですよ。で、いきなり東京1006 3回走って、浦和の1004ってどうなのってお話で、もちろん浦和も初めてですよね。で、安城はね、ルメール騎手どうなのってお話で、ルメール騎手はね、もちろん東京競馬場、芝ダート含めうまいんですけども、特段ね、地方競馬がうまいかって言われれば、別にそんなことなくて、まあ波のジョッキになってしまうわけですよね。で、浦和も初だと。いやー、危険な人気馬にね、入れていいかもしれないですね。その浦和独特のね、小回りコースが、僕はね、到底いいとは思えないんですよねってお話です。じゃあお前はね、他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、もう最初にも言ったように、とにかくこのコースって、浦和校舎がめちゃめちゃ強いんですよ。経験がものを言うんですよ。ってことで、スマイルビーですね。まあ本当はね、柏記念出る予定だったんですけども、ちょっとね、怪我して除外してしまいました。だからね、順調さがどうかってあるんですけども、でも、この馬を狙う理由ってやっぱり何個もあって、まあ、ここにある通りですね。まあサムネイルにもありました。浦和で4001なんですよ。はい、もうとにかく浦和が強いんですよね。で、まあこれがね、スマイルビの成績なんですけども、3年前ですか。ここで6着になって、まあそっからですね、矢野騎手に乗り換わって、3回勝ってるわけですよね。だから、相性のいい矢野騎手ってこれどういうことかというと、矢野騎手プラス浦和競馬場だと、これが3000になるわけですよ。勝率 100% なんですよ。だから、スマイルビが今回めちゃめちゃ熱いんですよね。で、最初にも言ったように中央馬に浦和経験馬が少ないんですよね。で、今回中央馬に経験あるのが、まあ、最初に出したシャマルと、まあ、このテームサウスダンぐらいなんですよね。この2頭なんですよ。だったらもうね、地方馬の、浦和でめちゃめちゃ強いスマイル美がいいんじゃないかということですね。まあ、展開がですね、正直言ってうちにギシギシがいるんでね、まあ、逃げれはしないですけども、そうですね、2番手3番手、まあ、イグナイター多分同じような位置取りになるのかな。もうちょっと前いけるのかな。2番手3番手あたりからね、競馬してくれればいいんじゃないですかってお話です。で、先ほど上がりました、中央馬の1頭テームサウスダンですね。もう本当にね、馬って残念ながらこんなに変わっちゃうんだと思って、まあ、僕ね、柿椿記念、まあ、現地行って、まあ、61キロに驚いたんですけども、案の定ね、大敗しました。本当なんで使ったのかなと思って。で、まあ、今回ね、金量戻るのはいいんですけども、ちょっともう馬がどうなのってお話ですよね。まあ、浦和で、ね、1回勝ちくらありますけども、まあ、明らかに、なんか転球したんですよね、海老名厩舎に。そっから明らかにね、もう 2.4 秒負けて、2.5 秒負けて、4.4 秒負けてるんですよ。さすがに変えなくないですかってお話ですよね。まあ、金量が軽くなる手のだけですよね、プラス材料は。正直相当きついと思います。で、あと個人的に主者が難しいのがバスラットデオンなんですよね。まあ、この馬って本当に芝だと、中央海外問わずどのコースどのレースでもね、突発的に走ることがあるんですよ。もともとはね、芝のニュージーランドトロフィー勝って、まあ、そこからどうなるかなと思ったら海外の芝の G1 行ってかと思ったらね、中央のダート戻って、でまた、中央の芝戻って、今度はね、海外行って、さらに今度は海外のダートとね、本当にいろんな条件を走ってる馬なんですよ。で、またそこからさらに浦和の1004というですね、なんというすごい使い方してるんでしょうってお話で、まあ、一見ね、こんな使い方する馬を買っていいのかってお話なんですけど、ただね、調教師が矢作調教師っていうのも本当にトップ調教師の方なんですよね。何の無策で僕はね、使うとは思えなくて、何か絶対賞賛があるから使うはずなんですよ。これはね、実績のない調教師とかだったらね、何やってんだと思うかもしれないんですけども、天下のね、矢作調教師がここを使ってくるってことは、なんかやっぱりね、自信があるんじゃないかなと思うんですよね。本当はね、バサッと切りたいんですけども、まあね、本当にどこの環境、ね、すごいいろいろ変わってますけども、いきなりね、突然走る馬でもあるんで、もしかしたらね、圧勝とかもあるのかなーって感じがしますねってお話です。で、まあ、あとはイグナイターですね。まあ、この馬ね、高地とか深い砂では強いんですけども、まあ、ちょっとね、左回りにやや難があるかなって感じで、まあ、ギシギシはね、まあ、明らかにちょっと、多分、長いですよね。1002が僕はね、ベストだと思ってるんでって感じで、まあ、あとね、エアアルマスとか、そのアポロビビとか、まあね、安城が怖いっちゃ怖いんですよ。さすがにちょっとね、このメンツじゃきついかなって感じですね。はい、では最後、印をつけさせてください。まあ、だから、ほんと、こんな感じですよね。まあ、10頭立てでね、まあ、バスラットレーンを入れた4頭を印打ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、ほぼこの3頭かなと思いますね。で、まだね、これ今撮ってるのが日曜日の夜なんで、オッズがめちゃくちゃなんですけど、スマイル B が79倍もつくわけありません。もっと、当日にはオッズが分かれてると思いますが、まあ、とにかくね、言いたいのはスマイル B が熱いということだけ言っておきます。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初も言ったようにノート予想になります。本当に今絶好調なんで、よかったら概要欄に貼っておきますのでお願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。